飛び色しワありとは、八目ありかしワあり族に属するありである。西南日本では、財布通種の一つに挙げられる。女王アリの背面女王アリの頭部働きアリの体長2.5ミリメートル、女王アリの体長7から8ミリメートル働きアリは黒長アリに類似する。頭部には縦向きにしわがあり、すべて平行する。前胸部は横に突き出し、後胸部になるにつれて、 細くなる。女王の五胸部には斜めに棘がある。女王は大津ありに似る。巣は主に草地に見られ、草本類の根元や石毛などに映像する。西南日本では普通に見られ、多種性かつ大巣性で、巣は数万数十万の大規模なコロニーになる。巣口はクレーター上に盛り上がる。雑食性で蜜類、肉類好んで食べるが、種子も好んで集める。 性格は非常におとなしく、生態自体も黒流りに似ている。ゴミを片付けたり、引っ越しを行うことは稀。以前はヨーロッパの禁煙種テトラモーリアムシスピチャムと同種とされていたが、女王などの生態は細かく異なることから別種とされた。北海道、本州、四国、津島、九州、薬島中国、極東ロシア。ありがとうございます。